写真拡大。日本ハムの中田翔内野手、30が3日、札幌市内の球団事務所で契約更改交渉に臨み、1000万増の2億9000万円でサインした。今季は124試合に出場し、打率2割4分2厘、24本塁打、80打点。怪我などもあり、本調子で1年間過ごせなかっただけに怪我だったり、そういうのをなるべく少なくした上で1年通して戦い抜くのが大事だと思いますし、ここ数年優勝しているチームは主力がスタートから最後までいる、気をつけながらやっていきたいと怪我ゼロ宣言だ。守るべきものも増えた。今年8月に第3子となる長男が誕生。最近の楽しみはもっぱら愛息のおもちゃ選びだといい、子供が喜びそうなおもちゃ見るのが楽しくて、200円、300円のものですけど、そういったもの見るのが楽しみと父親の顔に、何か買ってあげたいものがあるか聞かれると、すべて与えてますからね、おもちゃもたくさん買ってるからね、何か聞いて欲しいものあれば買ってあげたいなと思いますけどねと中田節で笑いを誘った。チームのため、新たな家族のため、3年契約の2年目となる来季は主砲としての責務を全うする。金額は推定